Thank you.
Thank you.
Thank you.
これで治ったはずだ。これがエンタープライズの本当の姿か。目指すはクルザス北方、万神ガルーダの祭壇、ハウリングアイ赤頭軍だ。エンタープライズ発進。エンタープライズで大空をかけていた。お前たちのような勇敢な冒険者を乗せて。この生かしたゴーグルはいつからつけていたんだっけな。そういえばガキの頃はもっと坊ちゃんみてえな格好してたっけ。
みんなに褒められるのが嬉しかったな。親父に近づけた気がして。俺は帝国ガレマール帝国で生まれたんだ。そして親父の背中を追うように魔導技術を学び飛行士になった。いつ頃からだったかな、親父とミドナンガーロンドと話さなくなったのは。そうか、野郎がメテオ計画にのめり込み始めてからだ。そういや、この頃からか、あいつが俺の後見人を買ってくれたのは。しかし、結局はあいつもガイウス・バンバイサルも侵略者になり果て、失望した俺は帝国から逃げ出した。そしてエオルゼに渡りガーロンド・アイアンワークスを立ち上げた。そうだったな、この時からだ、このゴーグルをつけるようになったのは。俺はエオルゼアで様々な人々、冒険者と出会い、親父を狂わせたメテオ計画と戦った。俺は証明したかった。技術が自由のためにあるってことを。そして、それを認めさせたかった。救いたかったんだな。俺は、親父を。このゴーグルは、その決意の証だったじゃないか。忘れていたぜ、この風を、この空を。さっき感じた光、あれはお前なんだろう。ありがとうよ。翡翠の帝国人ガレアン族はな、額に第三の目なんてのを持ってんだ。そのためかね。なんとなくわかるんだよ、感覚的に。だからな、エンタープライズはお前たちのような英雄を戦場に送るための船だ。
俺はこの船の主であることを、この船で飛べることを誇りに思うぜ。シド、まさか記憶が。アルフィノだったな。面倒をかけちまった。ガーロンド・アイアンワークスの代表、シド・ガーロンドだ。行くぜ、万神ガルーダをぶっ飛ばしによう。